宇治団地前停留場は、高知県阿川郡猪町枝川にある土佐電、交通猪線の路面電車停留場。猪町と高知市の境界をなす港内坂の西の上がり口にあり、隣の港内停留場との間で坂を越える。両停留場間の距離は892メートルで、土佐電交通の駅間距離最長区間。当停留場は1908年。 猪瀬最後の開通区間である高内江田川間の開通と同時に開業した。開業当時の停留場名は宇治学校前停留場で1976年に宇治団地前へと改称した。乗り場は2名あり、東西方向に伸びる単線の軌道を挟み込むように向かい合って廃される。軌道の北にあるのが針間や橋方面行きのホーム、南にあるのがイノ方面行きのホーム。 停留場は、校内坂の西の上がり口にあり、伊野線の軌道は、隣の校内停留場に向かって29パーミルの、上り勾配に差し掛かる。周辺は停留場名にある、住宅団地のほか、住宅や工場が混在する地区。南には、ハローワークがある。ABC、土佐電鉄が走る町根尺99.156から158ページ ABC 魔王啓介。 日本鉄道旅行地図帳11中国四国新庁舎2009年60ページ ISBN 978から4から10から79万29から6上野広と土砂電交通再出発便利な市民の足に高知で設立式新デザインの車両披露毎日新聞川島慶像四国九州ライン前線全駅 全廃線第2巻四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年、43.94ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。ABC、土佐電鉄が走る町根尺46ページ。川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年。 289ページ、ISBN 978から4から794216151、ありがとうございます。